担当しましまたけどまさにに今日は本当だいまより記者の皆様からのご質問を受けたいと思いますので挙手をしてどなたに質問か,それから先と今回のリオデジャネイロオリンピック日本トライアスロン連合が掲げている目標は8位以内入賞なんですけれども私自身としてはメダル獲得に向けてロンドンオリンピックに向けてやってきたところからずっと8年計画でメダル まあ、金メダルですね、を目指して、トレーニングを積んできました。その中で、先週ですね、土曜日に開かれた、世界トライアスロンシリーズ第4戦横浜大会では、世界の強豪選手がいる中で3位に入ることができましたし、その中で自己ベストもどんどん更新していっています。 自分の掲げる目標そして皆さんが期待していただいている目標をしっかりと達成してまた日本に帰ってこれるようにあのしていきたいと思っておりますので、えー、今日、ここで発表し,たしていただいた選手4人で頑張ってきますのでよろししくお願いします私は小学校6年生の時に庭田清美選手を見てトライアスロンを知り トライアスロンでオリンピックに出たいという夢を持ちましたで、今回リオデジャネイロオリンピックでその夢を叶うこと叶えることができてとても嬉しく思っておりますリオデジャネイロオリンピックまで残りわずかでありますがたくさんの選手たくさんの方々の思いを背負い目標の目標の達成に向けて日々努力し精進してまいりますそして佐藤を選んでよかったと皆さんに認めていただけるような結果を残していきます よろししくお願いしますリオデジャネイロオリンピックは私にとってオリンピック最後の挑戦になりますどこまでできるのか何ができるのか自分の可能性を信じて最後まで目標の8位入賞を目指して頑張っていきたいと思いますまた今回上田選手、加藤選手佐藤選手の中で一番年上の私ですが この3選手は私より本当にしっかりしているので私が引っ張るというよりは私がこのチームのムードメーカーになって日本のチームを盛り上げてみんなが最高のいい状態でスタートできるように選手ともども切磋琢磨しながらいい雰囲気で最強,の最強で最高の日本のチームを作っていきたいと思います日本トライアスロンチームどうぞよろししくお願いします。